ドーム大阪からお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの3回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますスワローズはご覧のような守備陣です。真由美、打席に入ります。さあ、今シーズン注目の初球、引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている糸原、昨日はマルチアンダーを記録しています。いいところで打ってましたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。ブキャナン、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。これが2球目。ああ、よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール、ボール先行です。ストライクになります。さあ、4球目は何か。膝元への変化球、2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました。ここはフライになっています。掴んで2アウトです。バッターはオマリー、2アウトになっています。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。打った、ライトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてフェンス直撃、二塁へ送球。これで3試合連続安打、ツーアウトランナー一塁。バッターは注目のルーキー、バース。昨日のゲームは見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが出たのは良かったですよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ストライク、打った、伸びていく、どうだどうだ、ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続安打、ツーアウトランナー三塁二塁。さて、バッターのアリアス、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、球を前でさばくタイプのバッターですね。一発のある怖いバッターですよ。なるほど、そうですか。もう一球高めに来ました。タイミング合いませんでしたね。コースは甘かったんですが、バットに当たりません。次が4球目。打った、ボテボテのピッチャーゴロ、掴んだ、一塁送球、一塁アウト、これで3アウト。さあ、先ほどのシーン、リプレイでご覧いただきましょう。タイガース、2者残塁です。ため息に包まれた京セラドーム、得点は奪えませんでした。ゲームはこれから2回の裏に入ります。追いかけるタイガースの攻撃。バッターは日戸。昨日のゲームで2本のホームランを放っています。いやー、ホームランが打てたのは大きかったですよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。タイガース、ビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ、早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。落ちる球を選択しましたが、手を出しませんでした。打ちました。打球はセンターへ。この打球はフライになっています。青木、抑えてワンアウト。バッターは7番に入っている江越。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。さあ、2球目は何か。
2球目打ちました。ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁ランナーを返して点差を縮めていきたい場面です。バッターは上本、まあ、ここファーストランナースタート。キャッチャー送球してタッチアウト。盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやこれは残念でしたね。わずかに左に切れました。ファールボール。またファウル。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。西さん、いわゆるキレのいい球とよく言いますよね。このキレというのはバッターからするとどのような感覚なんですか？もうこれはね、バッターは打とうと思った時に詰まらされる、まあ、そんなボールがキレがいいということですよね。なるほど。これが3球目。大きく外れてボールになります。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って真由美。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。引っ張った。これはどうか。よく取った。二塁送球アウト。スタンドのファンも沸いています。さあ一塁にランナーを出していきます。バッターボックスには糸原。まあバントの上手い選手ですからね、送ってもいいと思いますよね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。見事に盗塁を決めた場面です。いやーさすがという走塁でしたね。この盗塁は大きいですよ。チャンスになりましたね。いや、ライトへ持っていった。ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁を回った。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。タイガース1点返しました。2対1になりました。1点差に詰め寄ります。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。このまま勢いをつけたいですよね。ここで得点が入りました。さあそしてバッターボックスにはオマリー入ります。ここは期待していいと思いますね。さあチャンスが続きます。まあなんとか繋いでますんで、このチャンスは生かしたいですね。なるほど、そうですよね。緩いボール決まっています。膝元。ここはあっという間に追い込んでいます。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。このチャンスをものにしたい場面でしたが2アウトになりました。ランナーは変わらず二塁です。バットには当てたかったんですけどね。ただ次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね、ここはチームとしても期待がかかりますね。はい、その期待のかかるバース打席に入っています。ジャストミート。大きいぞ。これは破っていきそうだ。右中間深々と破っていった。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース追いつきました。2対2。試合を振り出しに戻しました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。このバッターはね、ここ一番という状況で結果出してますからね。試合は振り出しに戻りました。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。まあそして彼はチャンスに強いバッターなんでね、面白いと思いますね。ふわふわっと上がった。ここは打ち上げています。掴んで3アウト。勝ち越しのチャンス、ものにはできませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。3回終わって2対2。タイガース同点に追いつきました。
タイガース4回裏の攻撃になります。バッターボックス木戸、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけど、打ちました。これはどうか、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー2塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。まあ素晴らしいバットコントロールですね。さあそして打席には江越が入っています。さあ一打勝ち越しの場面となっています。まあこの辺りでリードを奪っておけると終盤に向けての戦い、うちのボール打った、ここはフライになっています。抑えてワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。積極的にいったのは良かったんですけどね、このチャンスの間にね、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあそしてこのチャンスで打席には8番の上本が入っています。外のボール打った、ワンバウンドヒットになった。勝ち越しのランナーが3塁を回った。セカンドランナーホームイン、タイガース勝ち越しました。3対2、さあリードしました。さあ勝ち越したシーンですがもう一度ご覧いただきましょう。いやー見事なタイムリーでしたね。ここでリードを取っていきます。しかし勝利のためにはもう少し点差が欲しい展開になります。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。そして打席にはピッチャーという場面です。ここは送りバントもいいですが、痛烈、これはどうだ、ワンバウンドヒットになりました。二塁はセーフ、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。ここはなかなかいいバッティングでした。ピッチャーにヒットが出ています。そうですね、ピッチャーでこういうヒットはなかなか打てないんですけど、ここはうまく打ちましたね。さあそしてバッターボックスには真由美入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあこの辺りで中押しできるとより戦いやすい。また初球、大きな打球だ、伸びる、伸びて入った、ホームラン、真由美今シーズン第2号のスリーランホームラン、これがチーム10本目のヒットとなるホームラン。追加点が入りました。タイガース6対2になりました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いや手応えあったんじゃないですかね。この展開での追加点、いいタイミングでリードを開きました。2番バッター糸原、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。いや西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。3番バッターオマリー、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね、タイガースこの回7人目のバッターになります。真ん中打ちました、ここもファールです。4球目は何で来るか、変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターは4番バース、先ほどの打席で同点となるツーベースヒットを放っています。いやー対戦金のタイムリーでしたよね。見事でした。真ん中打ちました、ファールグラウンドへのフライです。中村が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。4回終わって6対2、タイガースが勝ち越しています。西さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。まあ打線の流れとしては非常にいいですね。つながりも良くなっていると思いますね。確かにその通りですね。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。あっという間に2ストライクです。打った、大きな打球になった、レフトバックする、バックする、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。
ました。これがプロ入り初のホームラン。追い込まれてからの変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りましたタイガース、7対3。甘い球を見逃さず完璧に捉えましたね。そうですね、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。この追加点であとは後半戦をしっかり抑えることに専念できそうです。バッターは6番木戸。いや、さっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。いや、兄さん、打線は絶好調ですね。まあ、こうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。そうですよね。高め、空振りです。次が2球目。打ちました。ボテボテ。ショートが前に来る。ショート取った。アウト。微妙なタイミングではありますが、一塁アウトです。いいプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーいかがですか。いや、あれだけの技を見せられたらね、バッターも脱帽ですよ。最初は変化球できました。ボールになります。インコース決めてきた。改めてお聞きします、この上本どういうバッターなんでしょうか。まあ、アウトコースを引きつけて打ちました。奥村、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げて、ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、得点圏に2人ランナーを置いて、しかし内野ゴロに打ち取られます。同点とはなりません。3回の裏、ワンアウト2塁の場面、2番バッター糸原、ライトへのタイムリーヒット、タイガース1点を返します。このチャンスの場面、しかし空振りの三振、同点のチャンスを逃します。さらにこの回、一打同点という場面、迎えるは4番バース、右中間へのタイムリーヒット、タイガース同点としました。チャンスの場面、打ちに行くも捉えきれず、勝ち越すことができません。4回の裏、勝ち越しのランナーを置いて8番バッター上本、初球を叩いてタイムリー、タイガース勝ち越しに成功しました。さらに続きます、ワンアウト一塁二塁のチャンス、1番真由美、初球から狙っていました。タイガース3点を追加します。そして先ほど5回裏の攻撃、この回の先頭バッターアリアス、追い込まれてからの一発、タイガース1点を追加します。6回の裏、タイガースの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。五十嵐がマウンド上に上がっています。先発の西が打席に入ります。調子自体は悪くないんで、引き続き投げさせるということですね。そうですね。打ちました。ピッチャーが取る。アウト、ワンアウト。打順は1番に返ります。バッター真由美、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。ワンアウトランナーありません。ファウルになります。これもファウル。変化球空振り、ツーアウトになりました。2番バッター糸原、先ほどの打席は内野安打でした。ツーアウトランナーありません。空振り。
2球目は何で来るか。2球目打ちました。取った。一塁へ。一塁アウト。スリーアウトです。この回タイガース三者凡退です。6回終了7対3、タイガースがリードしています。7回の裏タイガースの攻撃です。そしてスワローズ、西さん、打線がつながっている時というのはやはり自分もその流れに乗っていけるものなんですか。いや、もちろんですね。こういう時こそね、替えの外にはなりたくないですからね。そうですよね。その流れに乗ったバッティングを見てみたいと思います。打席には5番バッターバース。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトランナーなし。初球空振りです。これが2球目。インサイド落ちました。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターは5番アリアス。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。はい、一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。真ん中打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。高め外れました。変化球空振り。ツーアウトになりました。打席には6番バッター木戸。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトランナー1塁です。初球打ち、これはどうか。1塁送球、1塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース8回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃。江越がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。打ちました。さあどうだ。センター左へのヒット。1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー2塁です。バッターボックスには代打の八木。ヒットでランナーを2塁に置いています。西さん、ここは期待がかかってしまいますね。うん、ここでね、点が入るかどうか、これはね、ゲームに大きく影響します。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。さあまず1球目打った。レフトに大きな打球。レフトをバックする、バックする。スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。8対3、タイガースリードを5点に広げています。さあ打席には先発の西が入っています。まあここまで好投してるんで、やはり続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。はい、甘いコースでしたが見送っていきます。さあ2球目は何か。送ります。近藤、一塁送球アウト。ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁です。これが1球目。打った。左中間に強い打球、伸びていく。どうだどうだ。真ん中を破りました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。9対3、タイガースリードを6点に広げています。バッターボックスは2番糸原。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。ホームに送球。これで2試合連続の猛打賞。ワンアウトランナー三塁一塁。これが初球、抜けたような感じになりました。大きく外れます。2球目打ちました。取ってツーアウトです。打順は4番バース。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースこの回7人目のバッターになります。高めに大きく外れています。ボール先行です。体に近いところ、ストライクが入りません。外低めに変化球が決まります。
バッター、セカンド取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。8回終わってタイガースが見事勝利を収めました。今日は西さん、打撃で圧倒しましたね。本当ですね、打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思いますね今日は、本当に打線がつながったゲームになりました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの1回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはジャイアンツの先発桜井が東京ドームのマウンドに上がります。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。初球打ち、センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています。センターが取りました。バッターは2番に入っている糸原。ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。そうですよね、本人も今状態がいいんだと言ってましたからね。はい、さあ今日も続けることができるんでしょうか。桜井、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。インハイ、空振り、窮屈なスイングになりました。ノーボール2ストライクです。3球目打ちました。この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ライト掴んで2アウト。バッターは注目のルーキーオマリー。2アウトになっています。この回の桜井、4球で2アウトにしています。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますから。初球打ち、打った瞬間確信したか、入った、ホームラン、先制ホームランです。タイガース、これがプロ入り初のホームラン。初球でした。弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。ジャイアンツ先制を許します。1対0。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。バッターはバース。
前回のゲームでは猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ジャイアンツ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと打った。高く上がったライトが下がっていく下がっていく、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。相手主砲の一振りでした。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。バッターは注目のルーキーアリアス。前回のゲームでは見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが出たのは良かったですよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ジャイアンツ初回から相手打線に捕まっています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。次が2球目。痛烈な打球、スタンド一直突き刺さった。ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。3対0。ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。立ち上がりを攻められています。打順は6番梅野。ジャイアンツこの回先制点を許しています。アウトコース、ボール。高めのボール、ワンバウンド、ヒットになりました。今シーズンの初打席で初ヒット。ツーアウトランナー一塁。さあ追加点のランナーを一塁に背負います。バッターは江越、そして塁上には梅野。まあ盗塁もありえるんで注意しておきたいですね。どう動いてくるでしょうか。このキャッチャーは送球がうまいんでランナーは慎重になるでしょうね。なるほど、そうですね。ドカーンと大きな当たりです。入った、ツーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。5対0。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。またしても点を入れられてしまいました。バッターボックスは8番上本。ジャイアンツこの回先制点を与えています。さあ初球は何か。引っ張った、これはどうか。レフトライナー掴んで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース圧巻のホームラン攻勢でした。5対0、タイガース先制です。先発の青柳がバッターボックスに入ります。ピッチャーの打席ですけど雑にならないようにしたいですね。そうですね。初球は何で来るか。初球ボール、はい、
内へ低めの変化球。さあ3球目は何か。ボールになります。ボールになります。打ちました。田中抑えてワンアウト。打順はトップに帰って真由美。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは注意していった方がいいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。アウトツーアウト。バッターボックス糸原。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました。ピッチャーゴロ。取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。5対0。里崎さん、点差を離される展開となってしまいましたね。そうですね。まだ序盤ではあるんですけど、まあ今日はなかなか厳しい戦いになりそうですよね。はい、なんとか耐え忍んでという試合になりそうです。高く上がった。センターが下がっていく。下がっていく。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。6対1になりました。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。その際一気に5点と突き放されました。ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいました。この後の投球に影響が出てしまうんでしょうか。完璧に捉えてましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターボックスは4番バース。さっき打たれたスプリットを今度はどう使うかですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。アウトコース、空振りです。このカウントは厳しめに行きたいですよね。なるほど、そうですか。痛烈な打球、スタンド一直線、入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。低めのボール、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。7対1。4番に一発を浴びてしまいました。ここは当然という交代でしょうか。ジャイアンツピッチャーを変えます。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのは沢村。さあマウンドを任されたのは沢村、今シーズン初登板です。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね。痛烈、わずかに左に切れました。ファールボール。空振り、落ちるボールです。ノーボールツーストライク。この球は外れています。カーブ、すくい上げた。ここはフライになっています。ショートが構えます。取ってワンアウトです。打順は6番梅野。前の打席はしっかり捉えてましたからね。ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。ワンアウトになっています。打ちました。田中が掴んで2アウト。バッターボックスには7番江越。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ツーアウトになっています。インコース変化球、決まりません。インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。これで2試合連続のマルチヒット。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスは8番上本。先ほどの打席はレフトフライ。ランナースタート。キャッチャー送球してタッチアウト。いい送球。ボール1敗。しかしこの回、回は4回の表に入っています。タイガースの攻撃。バッターボックス上本。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは長打を引っ張った。レフトライナー掴んで、まずワンアウトです。
次はピッチャーの打順ですが、先発の青柳がバッターボックスです。まあピッチャーの打席なんで、きっちりアウトを取りたいですね。そうですね。田中、2アウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター真由美、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナーありません。打ちました坂本、1塁へ送ります。1塁アウト、3アウトです。この回タイガース三者凡退です。7対4、タイガースがリードしています。里崎さん、ここはもうしっかりとしたピッチングをしないといけませんね。そうですね、まあとにかく打線の援護を待つためにも、ここはしっかり。インサイド落ちました、強い打球、わずかに右に切りました、ファールボール。2球目打ちました、さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう、バッターランナーは2塁到達。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。さあジャイアンツ、得点圏にランナーを背負った場面です。これ以上の追加点は避けたいですよね。そうですよね。打った、これもいったか、大きな打球になった、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン、初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。9対4、警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。その際一気に5点と突き放されました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。点が入りました。リードを広げられています。バッターボックスには4番バース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、今日はバッティング絶好調、3打席連続のホームランとなるでしょうか。里崎さん、本当に怖いバッターですよね。今日当たってますからね、組み立ては十分注意すべきでしょうね。さあどんなピッチングを見せてくれるか。アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン、初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。10対4、十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには6番梅野、まず何を投げてくるか。打ちました、ショート取った、アウト、ツーアウト。7番バッター江越、今日はここまでホームランを含む2打数2安打、マルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。ツーアウトランナーありません。次が3球目、スライダー決まっています。2ボール2ストライクです。次が5球目、打ちました、ファウルになります。打ちました、ボテボテ、ピッチャーが取る、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。10対4、タイガースのリード広がっています。東京ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、打席には8番バッター上本、先ほども打ちました、ショート前に来る、坂本アウト、ここは送球が間に合っています。ピッチャーに打順が回って先発の青柳が打席に入ります。まあ勝ち投手の権利を得てますし、代打を送ってもよかったと思いますね。そうですね。はい、バッターボックスには代打の糸井。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。打ちました、これはどうだ、ファーストの右抜けました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。
バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー二塁となりました。打順はトップに帰って真由美。まあジャイアンツとしてはここをしっかり抑え切って流れを引っ張った。サードゴロです。岡本一塁へ。アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。打順は2番糸原。さっきはツーベースを打たれましたからね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。バッターボックスには代打の八木。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあこれ以上点はやれないですからね、ピッチャーにはなんとか踏ん張ってもらいたいですね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。初球打ち。この打球はフライになっています。田中が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。10対5。これから7回タイガースの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。里崎さん、点差的には少し厳しい状況になってきましたがいかがですか？まあ確かに今日の試合は厳しい内容ですよね。まあなかなか返すのは難しいですけど、打線の奮起に期待ですよね。そうですよね。まずは1点ずつ返してほしいと。打ちました。高いバウンド田中。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。4番バッターバース、今日は2本のホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。これはどうか。1、2塁間を破る。今日も3安打猛打賞。ノーアウトランナー2塁1塁。打席には5番バッターアリアス。まあジャイアンツとしてはリードされて厳しい状況ですけど、ここをしっかり抑えて諦めない姿勢を見せないといけませんね。はい。さあどういうピッチングをしてくるのか。ファウルになります。2球目は何で来るか。ドカーンと大きな当たりです。高い打球センターに入った。ホームラン。スリーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。13対5。ここで一発を浴びてしまいました。6番バッター梅野。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。自由自在のピッチングを見せます。あっという間に2ストライクです。バッター見送りました。これが4球目。打ちました。レフト下がっていく下がっていく。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。14対5。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは7番江越。初球ボール。打ちました。伸びていく。ストレートを打っていきましたがセンターライナーに倒れています。ワンアウトです。打ちました。伸びていく。この打球は落ちそうだ。左中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。上本、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。15対5。ジャイアンツもうこれ以上点を。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の田口。さあマウンドに上がったのは田口。今シーズン初登板です。初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまいました。打ちました。
ファールグラウンドで掴んで2アウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。打った、スタンド一直線、レフト突き刺さった、ツーランホームラン、これがプロ入り初のホームラン。初球でした。しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。ジャイアンツ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは3番オマリー。今日はここまでホームラン3本を含む4安打の大活躍です。ここまで打たれるとキャッチャーもリードに打ちました。これは浅いフライ、一塁線落ちてフェア、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで5打席連続のヒット、2アウトランナー二塁。初球打ち、高く上がった、頭上ぐんぐん入った、ツーランホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。打ちました、これは大きい、伸びていく、外野ヒットになりそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで4連打、ツーアウトランナー二塁。バッターボックスは6番梅野、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打ちました、左中間に大きな打球、左中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターボックス江越、まず大きく外れてボールになりました。低め空振り、引っ張った、取った、一塁送球、これで3安打猛打賞、2アウト。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の、さあマウンドを任されたのは大竹、今シーズン2試合目の登板です。バッターボックスには代打の大山。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね、さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。一塁牽制、一塁はセーフ。初球は何から入ってくるか、インコース詰まりました、取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。6回から登板の島本がそのまま打席に入ります。点差に余裕もあるのでもう少し投げてくれということでしょうね。そうですね、打ちました、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。これが2球目、2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、これで4試合連続安打、ノーアウトランナー三塁一塁。最初は変化球できました、ボールになります。真ん中打ちました、これはどうだ、ショート取った、二塁そのまま入ってフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー、タイガース1点追加します。アウトの間に得点、ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターボックスオマリー、今日はここまでホームラン3本を含む5安打の大活躍です。
いや怖いバッターですね。今日は特に怖いですよね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。打ちました。2球目打っていきましたが取りました、アウト。しかしこの回タイガース1点を追加しています。タイガースのリード広がっています。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけません。打った、ライトが追いかける、ぐんぐんだ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。相手主砲の一振りでした。打順は5番アリアス。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。インサイド変化球決まっています。この球は外れています。インコース決まった、ワンボールツーストライクです。低めの変化球です。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。追い込んでからの変化球でしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。バッターボックス梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ、ヒットになった。これで3連打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは7番江越。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ヒットでランナーを一塁に置いています。ワンストライクです。この球は外れています。体に近いところ、牽制、ファーストボールをこぼした、ノーアウトランナー二塁です。さあ4球目は何か、切りました、ファウルボール。5球目は何で来るか、ふわふわっと上がった、高い打球、キャッチャーが落下点に入ります。キャッチャーがファールグラウンドで抑えてアウト。ワンアウトランナー2塁と変わっています。ふわふわっと上がった、この打球はフライになっています。キャッチャーフライ掴んでアウト、2アウトランナー2塁となりました。さあバッターは島本、そのまま打席に入ります。ここは代打を送って攻めたいですよね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ライトへ持っていった、ワンバウンドヒットになった、セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁まで進みました。タイガース追加点を挙げました。ジャイアンツなおも、打順は1番に帰ります。バッター真由美、先ほどの打席でヒットを放っています。タイガースこの回7人目のバッターになります。危ない球です。ボール先行です。打ち上げました、高く上がった、ここは打ち上げています。掴んで3アウト、この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。
ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。